口のボンボンドレーピコピコということで、すごいですね。何がどういうことなんですか。今回のテーマもう言わずとも、もうね、あの衣装でバブホールで分かるように、分かるように、テクノニューウェーブかよ、テクノニューウェーブかよ、すごいっすね。1曲目はですね、スミレセプテンバーラム、イップードイプードね、いいですね。シャズナもカバーして、カバーしたと、はい、メンバーが、ケンナゴですか。ケンナゴ、ね、ギター弾いてるので、これが土ですか。はい、頭もすごいですよね。垂直ですからね。垂直ですからね。まあ、この辺がちょっとまあ分かりやすいというか、ヒットした。ヒットした。代表的なニューウェーブ。ニューウェーブ歌謡というね。2曲目。大ヒットに対してですね。はいはい。超マイナー。うん、ミルクパン。ミルクパン。はい、恋するシェリーですね。すごいですね。今日はこの B 面。はい。なぜかあのスターダストキッズ。お、佐野元春。佐野元春。はいはい。この曲をなぜテクノアレンジするのか。すごいですね。意味が分かりませんけど。意味が分かりませんね。しかもこのミルクパンも意味が分かりませんね。分かんないですね、このメンバーに関してはね、はい、僕もあのリコメンドの仕様がないっすわ。全く知らないという、知りませんね、どんどん紹介しましょう。はい、いけないルージュマジックということでね、今の清志郎&坂本龍一、しんすけとあのさんまちゃんですね、お化粧マジック。じゃあそれはお化粧マジック、夜のヒットスタジオですね。いきなりキスするっていう、やってましたね、82年なんですですよね、82年はもうこのニューウェーブ、テクノ歌謡の当たり年、ね、さっきの一風堂とか、一風堂とか、ね、ミルクパン、ミルクパンも全部82年、82年という、うん、この時渦巻いてたというですね、今週のね、はい、注目曲、注目曲、はい、これですね、はいはい、テクノ坊やが、テクノ坊や、はい、これがテクノ坊やですか。紹介してくれるということで聞いてみましょうかね。聞いてみてください。今週の注目曲は何すか。羽賀健治、ネバーエンディングストーリー。そうきましたか。ネバーエンディングストーリー、これですね、すごいですね。アメリカのリマール、リマールジョルジョ・モルダーですね。ジョルジョ・モルダープロデュースの曲がもうこないなってしもたと。すごいですね、あの、はい、テクノ歌謡、あ、東芝 EMA、 こういうコンピレーションが出るんですね、はいはい、ちょ歌詞の方見てみましょうか。はいはい、はい、攻めた男のジグザグを分かってくれ、うん、ああお前がネバーエンディングストーリー、あんたやないの、ねね、ちょっとでもこの CD が売れて、あのケンジの、借金返済に、なるほどですね、もらえる、はいはい、本当にそうですね。それでは最後の、最後に極めつけ、大鳥、大鳥、はい、行きましょう、はいはい、ハイスクールララバイ、イモキントリオ、出た、これはやはりあの、はい、テクノニューウェーブ歌謡の、うん、最大のヒット曲、そうですね、にして最大の名曲じゃないかと。なるほど、作詞松本隆、お、作曲編曲はもちろん細野さん、ハリー細野、最近はどうなしてはるかと、うん、普通おこと長谷健二、健ちゃん、健ちゃん、うん、プロスノーボーダーですか。おお、すごいですね。インストラクター、インストラクター、ワルオ、ワルオ、西山浩二、西山浩二、役者、役者頑張ってますよね。とりあえずあの学生服で、あの袖はおらなあかん、おらなあかん、うん、ね、今ねこのキャラをちょっと抜けきれへん、抜けきれてないですね。あのジャンプ力がすごいっていう、バク転とかね、よしお、よしお、これがややこしいですから、山口良一、いやなんかコメンテーターっていうか、コメンテーター、中途半端な、あ、中途半端な役柄をそのまま保ってると。なるほど、よしおのね、制服が一番悪かったよね。これがね、実はね、どの制服はないよ。それではですね、はい、最後に、はい、やっぱりジョーさんの金言というか、はい、ピコピコメント、ピコピコメント、ピコピコメント、これテクノ、ね、はい、テクノニューウェーブ歌謡とは、とは、軽薄で、軽薄で、ピコピコで、ピコピコで、中身がない、中身がないと。なぜならば、なぜならそれが日本の80年代なのだ。深いバイ。8月9日大阪グランカフェで上級公開収録、来てね。Yeah.